1940年代の津軽伯爵家。左から姉の三重子、秋子、母の津軽伯爵夫人、花子。正人新納妃花子は、日本の皇族、元家族。日立の宮正人新納の妃。三倉は新納妃。継承は殿下。お印は尺南下。君党は、君一党法官省。旧名は、津軽花子。皇室会議議員。 白爵、津軽義孝の第四女子であり、戦後に皇室に嫁いだ日の中で、唯一の旧家族家出身者である。宮邸は、東京都渋谷区東にある、時は松御用邸。1940年7月19日、東京府東京市淀橋区の津軽白爵邸にて、家族、津軽義孝白爵令嬢として誕生。母の久子は、毛利元推子尺令嬢。 戦時中のため休園していた女子学習院幼稚園には入園せず、1947年に新生の学習院初等科に入学。1953年、学習院女子中等科に入学し、1956年、同高等科に入学。1961年3月、学習院女子短期大学文科英語専攻を卒業。高,高や常会の強い希望から、 旧家族の花子が強く推薦され、1963年、正さひとの研究室にて、20日を合わせ。1964年2月20日に、おじの徳川義弘自重邸で見合いをする。この一度の見合いを経て、同年2月28日に、皇室会議で、満場一致で、婚約内定。2月22日に、津軽家が縁談を受諾し、同年4月14日に、 農祭の儀を経て婚約が成立した。同9月30日に結婚の儀を行い、沿道には約5万人が集まり祝福した。1989年2月24日に内閣の主催で行われた昭和天皇の体操の例では、欠席した皇太后のなしを務め、席次は天皇皇后に続き皇太子より上位の第3位だった。 2007年9月5日から現在まで、皇室会議の議員を務めている。日本赤十字社のほか、日本いけばな芸術協会、日本動物福祉協会、日本馬術連盟、日本、ラテンアメリカ婦人協会の名誉総裁職に就く。2016年8月7日、 同年7月16日に、両側変形性股関節症の手術のため、東京都世田谷区の日産厚生会玉川病院に入院していた花子が同日午後、退院したと発表した。人工関節に入れ替える手術を無事に終え、院内でリハビリを続けていた。また同年の9月9日、花子が名誉総裁を務める日本池花、芸術協会主催の日本池花、 芸術北海道展の開会式に退院後の初公務として出席した。ジップは、尾張徳川家の出身で、広崎藩藩主津軽家の養子となった伯、白爵津軽義孝母は、長州毛都市営の市藩町府藩主家出身の子爵毛利元の長女、久子。花子はその四女として生まれた。アリス川流書道の伝承者の一人である。高松の宮妃。 菊子の鳩子名にあたる。また、義士、池田厚子の夫、池田隆生は鳩トにあたる。大英創始者の中内は、遠石にあたる。二匹の犬を飼っている、愛犬家であり、動物が主役の童話について翻訳も手がけている。花子妃が翻訳した、絵本五冊の印税は、社団法人日本動物福祉協会に寄付されている。いずれも国土社で観光。 ありがとうございます。